ゴゴ族は、タンザニア中央のドドマ州に住むバントゥー系民族である。1992年時点で人口は130万人と推定された。ゴゴ族は歴史的に牧畜を営み不形性を持っていたが、現在のゴゴ族の多くは、定住農業を行い、都市に移住し、タンザニア中の農場で働いている。ゴゴ族の音楽は国際的評価を受けている。 ゴゴ族ゴゴ族という名前は、ニャムウェジ族大将が未だ開拓地域であったその地域を19世紀に通った時に名付けられた。リチャード・フランシス・バートンは2週間歩いて散乱した、テンベしか見つけられなかったことから、ゴゴ族はとても少ないと主張した。その地域は、昔から穀物や人間に十分な雨が降らず、雨季は短く、不規則で干ばつが多かった。18世紀に、 ゴゴ族は大抵がニャムウェジ族の地域やヘ,ヘヘ族の地域からの開拓者で、よくサンダウェイ族やカグル族と間違えられた。支配者の半分はヘヘ,ヘ族の地域から来た。ゴゴ族は狩猟と三終の長い伝統を持っていたが、ニャムウェジ族に造毛を海岸に運ばせることで、1890年までに牛を買う廊下になった。しかし土地で働くことは低評価につながり、 農業奴隷を悪く扱うと言われ続けた。五五族は1881年、1885年、1888から89年、1894から95年、1913から14年に基金を経験した。ここまで多くの基金が発生した理由は不確かな高度、頻繁な干ばつによる。五五族は農業と牧畜の混合経済を持つが、 特に穀物栽培に重点を置いている。伝統的に1から3月に栽培を男女混合の20人ほどで行い、1日の終わりにビールで宴会をする。大抵近所の人々で作業し遠い地域でも8キロメートル以内である。穀物が鳥やワイの獅子、イボイの獅子、ヒヒの害を受けないように、男性や少年は夜通し畑を守る義務を持つ。 薬や超自然的な力も畑を守ったり男性を悪霊から守る。伝統的農業では平均的な五五族は大量の牛は保有しなかった。方法は変わったが、これらの牛が親戚や氏族に属していることは記憶されている。ニャムウエジ族やマサイ族、ヘヘ族の影響で五五族は伝統的に無礼で喧嘩っぱやく、再現なく、 戦索好きな牧畜民族であると描写されている。これは荒っぽく冷猛な見た目と、原始的な生き方と、西からの奴隷との根血であることに由来する。ゴ五族は、ヨーロッパ人旅行者から疑い深い詐欺師で、王兵で臆病であると、悲惨な評価を受けている。エミンパシ社は、彼の妹に、私たちは今ゴ五族の教会にいる。 風と埃と水の足りないことと厚かましい先住民で悪名高い場所だ。と手紙を送っている。彼は19人の村人殺害と約2000匹の牛の略奪の謝罪にアスカリが死を用いたことについて何も記さなかった。ゴゴ族の氏族は古い集団と新しい家族を儀式を通してうまく合わせることで安外よく回っていた。ゴゴ族は端的に言えば かつての姿とは異なっている。初期のヨーロッパ人初期は、五五族の政治主張を沿岸部の習慣で、スルタンと呼び、水や食料が少ない中で、本語と呼ばれる重い税金によって集めた、収集物や国全体に影響を及ぼす本物の宗教指導者であると強調した。彼らは、雨や豊作を操り、自然災害対策の薬を作り、特定資源の過剰利用を防いだ。 彼らは自分の国を離れず、牛によって豊かになり、割礼や成人の儀式を決め、すべての葬儀に超自然的な保護を与え、殺人や呪いの告発、重大な攻撃の仲介をした。ごご族は近所関係に重点を置いた。男性は体が基準に達すると、旅人を安全に目的地まで何キロメートルにもわたって送り届けた。ゴゴ族の社会にとって、 農場集団はとても基本的である。農場集団に属さない人が奇妙な死に方をすると、死体は草むらやバオバブの幹に入れられ、呪術師や魔法使いに影響を与える悪霊にならないようにした。多くの兄弟は姉妹の病気が治るまで長い距離を移動して看病する。これは兄弟が姉妹の夫と協力して義務を果たす強い倫理観と法的義務を持つためである。 人生が終わりに近づいても、姉妹と兄弟はお互いを訪問し合い、妻は夫の集団に完全に入ることはできない。ごご族の多数派は常に妻を一人しか持たないが、副婚は高い価値を持つとされる。副婚は名声を持つ年長者の特権である。豊かな男性は2から3人の妻を望む。多くの結婚は、結婚料金に含まれる家畜を収めた後に1日中。 歩いた後に行われる。100年後でも結婚料金は多くが家畜で支払われ、多くの裁判が結婚料金の家畜の返還に関するものだった。ご後族の離婚率はとても低い。離婚後でも結婚中に生まれたすべての子供は牛が来た場所である元夫に属す。あなたがどこかに行って他人の子供と結婚したら妻の親戚はすべてあなたの親戚になる。 なぜならあなたは子供と結婚したので親戚も愛する必要があるからだ。結婚している女性の愛人は子供の権利を決して主張できない。もし夫が結婚前に妊娠した妻に結婚料金を払ったら彼は子供の父親にならなければならない。既存五族やマサイ族、ワヘヘ族に対する防衛はマサイ族と同様に戦士の年齢層が担う。この軍事機構は 多くが地域的防衛に用いられるが、家畜略奪に対して行使することもある。警報が鳴ると、すべての健常者男性は武装して集合する。これはいつもうまくいくわけではない。ごご族から、タンザニアの政治や音楽、社会の有名人が排出された。ありがとうございます。